私と三日月のある六角星は、サント・ダイミのシンボルで、宗教的実践者が身につけている。サント・ダイミは、1930年代、ライムンド・イリネウ制覇によって、ブラジルのアマゾンにある、アクレ州にて創始された、混合宗派である。彼は信者にメストリ・イリネウと尊称される。民衆カトリシズムをベースに、アフロ・ブラジリアン宗教やアマゾンの伝統的な、 シャーマニズムを継承しており、霊的伝統の複数の要素が組み合わさっている。儀式において、信者が大味と呼ぶ、公正神聖のあやわすかが用いられる。サント大味教会では、イルネウの提唱した、調和、愛、真実、正義を心に刻み、健全な生き方を促進させることを目指す。1990年代には運動は世界にも広がった。サント大味は、 時に単にメストリ・リネウの心情と呼ばれ、1920年代に始められた宗教的な実践に与えられた名称である。北ブラジル出身のライムンド・イリネウ聖派が1930年代のアクレ州にて始めたものである。イリネウは1892年にアフリカ系の両親のもとに生まれ、1912年には西アマゾン地域に移住し、 そしてゴムの木の採取産業の交流に引き付けられ、ゴム採取人として植民した。在地の民間医療従事者との接触により、アヤワスカを伝授された。最初にアヤワスカを飲んだのは、ブラジル、ボリビア、ペリューの国境区域である。森の中で一人で八夜を過ごし、引き続きビジョンを体験したことで、霊的な儀式にアヤワスカを用いることを伝導していくことになった。 たくさんの人々が普通の医療にかかるお金がなかったり、聞かなかったために癒しを求めて彼の元へと集まるようになった。早期の実践者には読み書きのできる人が少なかったため、当初の三と大味の教えは文書化されたものではなく、私的で陰誉的なイメージを介して、愛、調和、強さといった永続的な価値を生み出すために、成果を歌うことで体験として学んだ。 カルデシズムの系譜の心霊主義の影響も受けながら、アマゾニアの外部に向けて拡大し、主に中産階級出身者たちに広がっていった。2005年時点で、サンとイミは23カ国に教会を持っている。1971年にメストリー・リネウが死去すると、サンとイミのコミュニティは多様化することになる。その最大のものは、セバスチャン恐怖と呼ばれるパドリーニョ・セバスチャンが、 1974年に、リオブランコに、ライムンド・イリネウ聖波光の総合センターを、創設した。教会の文書によれば、この分裂は、大麻の使用についての意見相違もあった。セバスチャンの信奉者は、大麻を、植物の癒しの死だと信じ、聖マリアと呼び、霊の権限性を補助するために、儀式で用いた。その後、コミュニティにより正式に使用が禁止された。 アヤアワスカを用いた儀式。横に一本多いダブルクロスは、サント・ダイミのシンボル。アヤアワスカは、DMT を含むサイコトリア・ビリディスの葉と、ハルマラ・アルカロイドを含むバーニステリオプシス・カーピの樹皮を煮込んで作られる幻覚剤である。サント・ダイミでは、このお茶をダイミやハイヤと呼び、神様のお茶として神を称える稲荷を歌いながら作られる。 日本社会における非合法の幻覚剤あるいは、抗精神性の薬物全般と異なり、アマゾニアにおいてあやすかは、思考目的ではなく、歴史的にも現代においても、常に宗教儀礼で、心身の様々な疾患の治療、あるいは神や精霊など超自然的存在との交換、世界の摂理の解明といった宗教的、精神的探求を目的に使われている。 当事者の間では、アヤワスカを適切に利用した場合、無害であるのはもちろん、心身の健康を増進すると理解されているが、こうしたアマゾニアに固有な世界観、歴史、文化と切り離された状態で、専門家の導きなしに安易に使用する行為は危険である。ブラジルでは、連邦薬物審議会が宗教的な実践として、アヤワスカを使うことを支持してきた。 1987年にはカンフェンが研究を実施した。ウニオンド・ベジタルなど他の団体の調査も含まれている。結論として、コミュニティにおける社会的な調和と個々人としての統合に対して非常に肯定的な影響を与えているとした。2010年に発布された決議では、アヤワスカの製造、保管、使用といった一連の行為は、 宗教儀礼を究極的な目的として行われる場合、正当とみなされる。その正当性のスクリーニングのため、アヤワスカの実践者たちは、宗教法人を設立し、国立薬物政策協議会に登録しなければならない。また、アヤワスカの外部への流通は制約されており、製造、保管、使用が宗教法人の内部で完結している必要がある。 よって、アヤワスカを使用する宗教団体には、時給を行うに足る基盤が必要になる。アメリカ合衆国では、アヤワスカの宗教的な使用は、政府による禁止を却下したドブへの最高裁判決があり、非合法ではない。2008年時点で、ドブは、麻薬取締局とも交渉中である。2008年には、オレゴンのサント大儀会は、連邦裁判所に訴訟を起こし、 教会の主張を支持する判決が下された。2017年6月、カナダのサントダイミ教会は、17年にわたるカナダ政府への働きかけの結果、アヤワスカをスピリチュアルな儀式のための生産として輸入使用することを許可された。オランダでの2001年の訴訟は勝訴し、アヤワスカの使用を継続できることとなった。 少々の一つの要因は国際麻薬統制委員会の長官からオランダ保健省への薬物規制条約の規制下にないことを記したファックスである。2006年のイタリアでの判決では同国において違法であったという十分な証拠が提示されなかった。一つ目の重要な研究は1980年代末にブラジル政府が公式に実施したものであり。 1992年のブラジルでのアヤワスカの宗教的な使用に合法性を与えた。もう一つは国際的な学者が実施しているホースカ計画がある。スペインの研究チームが実施した対象群を用いた横断研究はアヤワスカを月に2度以上用いた信者を対象にしたものだが使用群における精神的健康の不調や認知障害の証拠はなかった。 ありがとうございます。